にちは、フルチャンネルです。今日はですね、ここは私の実家の前から撮影しています。これが実家なんですけども、ちょっと入ってみようと思います。実家にちょっとあるものを探しにやってきました。ただいま帰りました。家の中はですね、父が好きだったあの木彫りがいっぱいあったりとかして、ちょっとこっちを今ね、たくさん整理整頓してますね、いろいろね。すごいコレクターだったので、いろんな木彫りだったり、こういう なんでしょう、なんか石ですね、石とかいろんなものがあります。ちょっとあの、お荷物が多いのでね、私の欲しいものとか妹が使うものは残しておいて、これは私 お姉って書いてありますけども、お姉ちゃん欲しいやつ、これこのランプ、あとはもういらない全部ねそんな感じで、3階に私の、屋根裏に物置として、荷物を置かせてもらってます。それ全部あの現役の時の、荷物で、雑誌とか写真、ガウン、あとその現金時に使ってた時の、あ、いろんなものですね。かなりの量のものがいっぱいあると思います。あ、これが3階屋根裏です。よいしょ。はい、ここがもうごっちゃごちゃですけど、私の屋根裏部屋です。こういういろんな、こういう中もいっぱいありましたけども、いろいろ捨てましたもん。いろんなものね、あったんですけどね。あ、まだあのパンフレットとかあります。この花のブーちゃんのなんだろう、あのお店のやつとかですね。懐かしい、こういういろんな写真なんかもあります。パンフレット、昔のやつとか、こういうのはこれ少ないね。こっちが、ここですね。ここはもう、全部、雑誌とかも私の昔の人形だったり、プラモデルだったり、いろいろありますね。本当に懐かしい写真もあります。昔これ、プリクラない時代、日本でまだない時代に、アメリカ遠征中にね、応援ハート撮ったんですよね、これね。懐かしい。これは絶対捨てれない。思い出。そんな感じで、もうとにかく写真の山です。写真と雑誌の山ですね。私が出た本とか。これ、これパスポートがあったね、今。とにかく写真、写真、写真です。この中にですね、私が探しているものがあるので、ちょっといろいろ見てみたいと思います。はい。このタンスの中には、こんな感じで、写真ですね。これは多分ハンハゲの時の写真。写真だらけです。で、これですね。これが雑誌。昔のから最近載ったやつまで、あとはパンフレットとかですね、伝承、国、あ、これは武道館、国営館などなどたくさんあります。よいしょ。私が今回探しに来たのが動画なんですよ。動画がね、使えないんですよね。あの昔の金網だったりとかはちょっと、それなんで、私が実際に、現役の時に、撮っていたビデオが、秘蔵のビデオがあるんですよ。ビデオテープ出てきました。このぐらいちっちゃいやつなんだけど、これを VHS のビデオテープ。VHS のビデオテープってみんな知ってんのかな？もう今はさ、知らないのかな？ VHS のビデオテープの、なんか、このテープを差し込む、やつがあって、それから、ビデオテープデッキで見れるんだと思います。
で、それをどうやって、こうなんか、どっかにデータとして入れ替えるのかちょっとわかんないんで、それは編集の、ブルチャンネルのスタッフの人に任せてやっていただきたいなと思ってます。だいぶいろんなものが見つかったし、ちょっといろんなお宝もね、ありますね。お宝っていうか、昔の雑誌なんかがいっぱいありますね。そうそう。これ。金網の青春とか、これ多分まだ開けてない1個。最後残してたのかな。そういうのとか。懐かしすぎる。クラッシュギャルズ対 JB エンジェルスのデラックスプロレスとか。ほんとデラプロさんにはすごいお世話になって。懐かしいですね。これ、あれだ。これ多分、クラッシュギャルズ、マイソンスキアガーデン。マイソンスキアガーデン行った時の私も一緒に行ったやつだね。これね、きっとね。こういう雑誌とかがもうめちゃくちゃあります。昔こういう、そうそうそう、開けるとこうシールになったの。このシールになるとすごい嬉しくて、昔ステッカーとかあんまない時代だったから、このシールになると、なんか自分がシールになるっていうのがね、今は手作りで作れたりとかするけど、そういう時代じゃなかったんで、懐かしいですね。あ、出てる。私も出てる。なんだろう。あ、ボストンにも行ったんだ。ニューヨークに行って、マイソンスクエアガーデン上がった後にボストンに行って、そう、ボストン大学とか見たと思う。その後にマイアミかなんか行ったのかな。で、その後ヨーロッパ行ったんですよね。この、その時の、これは、ボストンでアイスクリーム食べてるんだって。そういうの撮ってくれたんだね、ちゃんとね。あ、そう、ブルナカナのヘアスタイルを見た外国人の方が、みんなシンガーかって、尋ねたって書いてありますね。懐かしい。これちょっとね、見ちゃうと見入っちゃうので。で、この実家がですね、ちょっと建て直すことになって、この荷物をちょっとどうにかしなくちゃいけないんですけども、荷物を運ぶ前に、ちょっと今、お宝を、YouTube で使えそうなお宝をいろいろ見て回ってます。このビデオテープはすごくいいですね。まあ、こういうのとか、あと、私が着てたガウンですよね。ここがガウン部屋というか、ガウンの倉庫。ちょっと一個じゃあ見てみましょうか。もう、ほんと何十年も前なんで、雑には置いてなかったけど、これ多分最近使ったっていうかトークショーかなんかで、ファンの方に着てもらおうと思って持ってったやつだと思う。ちょっと一個だけ着てみます。こういう、これ重たいの、本当に一個一個が。すっごい生地がすっごく重たい。懐かしい。つうか何？普通にまあぴったりではないけど結構ぴったりめになっちゃう。なんで私これ着てた時だって100キロあったのに、あ、そうだ、胸がなかったんだ。100キロあった時って胸がなかったんですよ。なんで胸がないかっていうと、男性ホルモンを打ってたから、女性らしい胸とか、そういうくびれとか、そういうのがなくて、多分ぺったんこまでいかないけど、ここ、今よりも、もしかしたら今よりもちっちゃいかもしれないですね。あ、だからここぴったしなんだ。ぴったしではないけど。なんかね、ウエストはやっぱし全然違うね。こうなっちゃうから。これ今なんか洋服作れない。できないって。これがね、そうそうそう。昔こういう、なんか、この中に針金入ってんの。こう折り曲げられるような。ほら、アニソンを歌う人がこうやってこういうマフラーみたいのやってるでしょ。こういうのね、そう、昔なくて、これ考えて自分でやったんだよな。懐かしい。これ何年のやつだろう。これをね、下に着るんだ、多分。熱っ！これ冬いいね。これを着て。あ、でかい、やっぱり。あ、やっぱでかいのか。あ、全然でかい。あ、肩パッドも入ってるわ。昔、肩パッドね、みんな入れてたもんね。いや、カンドルには負けるよ。あの肩パッドには負けるけど、私も入れてたんだ。ほうほうほう。お、いい、いけるじゃん。いいですね。今でもいいですね。あ、結構普通に粘着が転がってます、あちこち。これは本当にゴムの。はい。こちらが、前回言っていたビデオが出来上がってきました。このビデオテープが、データ化されて DVD になって、はい、この通り、ちょっと何本もいっぱいあるので、地方での、多分
未公開の、試合の映像ばかりだと思います。私も見てみて解説もしてみたいし、あとあの一緒にね戦ってる選手とか組んでる選手と一緒に、見ながら、この当時のこの試合の時にこういうことあったよねとか、そういうのが、思い出すようないろいろなエピソードとかもいろいろ話してみたいと思います。